ジャースパルと申します。おはようございます。バレンタイン2024キャンペーンも折り返しましたが、皆様素敵な出会いはありましたでしょうか。前回カイロスの厳選基準を考えてみたわけなんですが、今回はアブソル考えていこうと思います。例によって第2食材はリンゴの想定です。リンゴ8個の実力やいかに。それでは参ります。というわけでアブソルたち並べてみました。レベル30、睡眠時間は9時間3食付きの想定です。左から無補正32個、食材確率アップ S37 個、食材確率アップ M42 個、食 M、 お手スピ M、 性格食材アップの食材特化クラスの子56個、そして比較役無補正カイロスさん30個。リンゴの数だけで見るとカイロスを若干上回る期待値があるのがアブソルです。さすが第2食材リンゴ8個、瞬間火力は素晴らしいものがありますね。それではここから集めてほしいリンゴの数を決めていきます。前回のカイロス会の時になんとなくの基準を決めておりましたので、今回もそれをもとに厳選基準探ってまいりましょう。前回集めたかったリンゴの数はざっくり3種類くらいでした。瞑想スイートサラダが日に3食作れる63個、ネロリのデトックスティーが3食作れる45個、そして悪魔のキッスフルーツオレ、親子愛カレー、花びらのマイチョコタルトが3食作れる33個、バージョン 1.2.0 現在基準となるのはこのあたりでしょうか。ではまずは瞑想3積みが狙える63個を狙ってみましょう。食材特化クラスの子であっても日に56個、カイロス同様レベル30時点では単体での63個超えはかなり難しいみたいですね。元気オールレベル61回とお手伝いボーナスのポケモンが1体入れば期待値 10% ほど増えて62個ほど。幸運により神個体がゲットできた場合はやれなくもないって感じですね。やっぱりロマンの領域でしょうか。では続いて45個ライン、元気オールとおてぼ込みの数値であれば食材確率アップ M1 つで足りそうです。おてぼがないと45個にギリギリ届かないくらい。ヒーラーを採用している場合、食材確率アップ M があればまあ概ねこと足りるでしょうか。これが種ポケモンだったらまだ良かったんですが、無進化のアブソルなので食 M1 つでもやはりハードルは高いと言えるでしょう。ということで今回もカイロス同様、他のポケモンたちと一緒に採用することで45個ライン達成を目指してみましょうか。画像のアブソルは食材確率アップ S を持っている子、そして他のポケモンたちはリンゴが第一食材のポケモンたちで、第二食材はリンゴではない場合、また朝一に元気オールレベル6が1回発動したという想定です。カイロスより若干リンゴを集める能力が高いアブソルなので、食材確率アップ S と元気オールがあれば他のリンゴポケモンたちの第2食材がリンゴでなかったとしてもまあほぼほぼ賄えるかなという感じですね。ライチュウがいればそれなりに安定しそうですし、サーナイトをこれからパーティーに加えたいという方は一つこの辺りを目安にしてみるのも面白そうです。サーナイトは第2食材コーンの方が若干朝一のスキル発生率高くなりますしね。まあ本当に若干ですが。またラッタはウノハナ、ピクシーはシアン、サーナイトやソーナンスはラピスラズリ、ライチュウはこれから来るであろう電気フィールドと、様々なフィールドで無理なく採用できるポケモンたちでもあるのかなと思うので、これらのポケモンを育成している方は食材確率アップ S プラスアルファくらいの基準に据えてしまうのもいいでしょう。それでは最後に33個ラインですが、無補正元気オールなし状態でも期待値 32.28 個とまあほぼほぼ33個あるので、元気オールやお手伝いボーナスのサポートがあればもちろん達成できますし、食材ゲットでたまにリンゴを引いてくるなんていうのがあればまあまあやれるくらいの数値かななんて思います。これなら無補正レベルのアブソルも十分活躍できそうですね。なんなら無補正アブソルと無補正カイロスで日に63個近いリンゴ集められるので、この組み合わせで瞑想スイートサラダを狙っていくというのも面白いかもしれません。まあね、他2枠がね、蜜担当とキテルグマになるでしょうから、食材を貯めておける方以外現実的かどうかはちょっと微妙なんですけれども。そんなわけで無課金プレイヤーパルのアブソル厳選基準、カイロス同様やっぱり食材確率アップ M 以上あれば万々歳だけど、食材確率アップ S くらいでもかなりやれるし、無補正でも十分育成する価値があるということでまとめようかなと思います。いやね、アブソルもカイロスもめちゃくちゃ強いポケモンなんですけどね、リンゴの要求数が多すぎてしっかり厳選しようと思うとやはりなかなか茨の道ですね。私ね、まだ出会えてもいないので、幸運の色違い一発つも目標にイメトレしておこうと思います。
ということで、無課金プレイヤーの考えるアブソルの厳選基準のお話でした。それではパッツモ狙いの朝レポをやっていきたいと思います。なんならまだカイロスにも出会えてませんからね、せめて一目拝みたいところ。どうぞ。じゃあすということで、朝レポやっていきたいと思います。本日は2月16日金曜日の朝です。バレンタインキャンペーンも4日目となりました。今日はね、ちょっと朝起きるのがというよりは寝つくまでがね、ちょっとうまくできてなかったみたいで、睡眠スコアが低めになってしまったんですけれども、若草本島のね、フィールドボーナスのプラス分がめちゃくちゃ大きいので、今 50% あるので、まあそれも手伝ってかなりエナジー的には伸びてくれてるのかなといったところです。あとはピックアップのポケモンたちがどれだけ出てくれるかというところですね。皆さんは色違いのポケモンにはもう遭遇しましたでしょうか？パルネまだ出会えておりませんので、メインアカウントなんとかカイロス、アブソルの色違い、ね、やはり出したいといったところです。ということで、本日は眠気パワー5564937で参りたいと思います。やはり若草本当ですので、星3寝顔はなし、星1星2にカイロス、アブソル期待かかるところです。お腹の上でももしかしたらワンチャン出てきたりするのかな、チラチラ期待はしておきましょう。アーボックちゃん、そして下にお香を使ったワニの子ちゃんがおります。アーボックの寝顔しかも見たことないんだ、お腹の上ね、非常にありがたい。いやー、なんかやっぱデカブツのね、お腹の上根は1日にね、1個ずつしかね、お腹の上ね、進んでいかないので、見られる時に見られると非常に嬉しいなといったところであります。アーボックのお腹の上ね、お腹を見せて寝る姿、を見たことがあるよ。あえて恐ろしい模様を見せることで周囲にポケモンを寄せ付けないようにしているのかもしれないね、というところでしたが、今日は自分がお腹の上に乗ってしまう、そんなね、可愛いアーボックです。アーボック、これでコンプリートとなりました。やったぜ。さあ、ということで周り見ていきましょう。ワニの子もおりますが、他はまだ状況わからないといったところ。これだけリサーチ XP あれば、カイロス、アブソル、ワンチャンあるんじゃないんでしょうか。棒立ち寝はね、カイロスも星に棒立ち寝なのでワンチャンあんのかなと思ったんですけど、マンキーちゃん、ニューネガオ、アブソル、カイロス、ドン、ライチュウライチュウだ。この子はオスのライチュウちゃんだね。さあ、ライチュウの星1、尻尾ゆらゆら寝です。いや、本当に若草本島のリサーチ楽しい。いや、ということで、ピックアップポケモンではありませんでしたが、スヤスヤタイプからライチュウ来てくれました。尻尾ゆらゆら寝、長い尻尾をアースのように地面につけて放電しながら眠ることもあるようだ。近づくときは感電しないように気をつけようということで、ね、ピチューとピカチューはね、バチバチって放電しちゃってたんですけれども、成長してしっかり電気を逃がす術を覚えた、そんなライチューちゃんですね。ありがとう、嬉しい。ライチュー、ライチューの寝顔幸せになるな。さあ、そして下に大口を開けているワニの子ちゃんがおりまして、さあ、進化後もたくさん見られるかもしれないといったところ。さあ、プリン、リグだ、よだれねはヤドラン、ヤドンがね、ピックアップなんですが、ヤドラン、カイロス、アブソル、頼む、なんとかなりませんか。ニューの寝顔、ニューの文字、ニューの寝顔、いきます、せーの、ドン、火の嵐、火の嵐の星2じゃない、ずっと見たことがなかったんですけれども、やっぱり火の嵐ってトープより若草の方が出るよな。ということでね、さらに横にモココもね、見えましたので、可愛い、ちょっと鼻の先がグニンってなってたね、背中丸めれの火の嵐です。体を丸めて眠っていることが多いみたいだ。寝ぼけているのか、背中から炎を吹き出しながら寝ている姿はとても珍しいんだ、ということで、実は火の嵐的にはぺったり寝より背中丸めねの方がスタンダードなのかなというような感じでした。ということで、4日目ね、折り返し地点にはなっているんですけれども、未だカイロス、アブソルには出会えずといった結果となりました。本日ピックアップで来てくれたのはプリンだね、プリンオンリーということでした。明日以降にも期待していきたいと思います。ではまとめてリサーチしていきましょう。いや、しかしながらね、日の嵐がいるの非常に嬉しいところですね。できれば今日日の嵐お迎えまで行きたいところ。あ、ワニの子もお迎えしたいな。ワニの子もね、全然ゲットしてないんですよね。てか、このプリンもしかして色違いだったりする？プリンって目緑だったっけ。さ、というところで、多分光ってないから違うかな。ちょっと眠ってるとね、プリン分かりづらいんだけど、プリンね、色がね、濃いめなんだよね。これもしかして色違い？プリンの目の色って何色だったっけ？反応薄、リアクション下手おってこと？さあ、ということでおやつタイム参りたいと思います。これはチャンスがつきましたけれども、不思議だねの、そう、コスプレをしておりましたけれども、そうだよね。やっぱりプリン色違いだったよね。わーお、ということで、目をつぶっているので、いまいち気づきませんでしたが、このプリンちゃん、しっかり色違いでした。ということで、リアクション下手だったね。
ね、ヤドンの色違いはね非常に敏感に気づけるんですけれども、プリンの色違い全然気づけずということで、目が緑色のね、ちょっと色が確か濃いんだったかな、そんなプリンちゃんお迎えできました。ありがとうプリン、嬉しい。よかった、色違い出たよ私のアカウントでも。で今までね、こう色違い出てくる系のイベントのタイミングでもう本当に全然出会えてこなかったんですけれども、なんとかかんとかプリンちゃんお迎えすることができました。これカイロスアブソルにももちろんね期待がかかるところでありますね。やっぱり結構出てきてくれるのかもしれないというところで、本日の本命という意味では日の嵐なので、ここで満腹になってしまうんですよね。ねえ、もうすべての運をプリンちゃんで使い果たしたのか、ここで満腹となりました。うわ、これライチュウさゲットしたくない？ライチュウゲットしたい。リンゴリンゴのライチュウ即戦力すぎるからお迎えしたいんですけれども、ライチュウは18ゲージあるんだよね。ちょっとねカイロス、まあ、カイロスをゲットするみたいな感じで考えてもいいのかな。ちょっとだけ考えますライチュウ。よし、考えましたが、ライチュウにサブレをあげるのはねやめておこうかなと思います。まあやっぱりね、ライチュウ、ピチュウ、ピカチュウね、結構フレンドレベルが上がってきているというのと、まあ一応進化もそんなに大変じゃない、スリープポイントはね使ってしまうんですけれども、進化大変じゃないというところで、まあ直取りしなくてもいいのかなと思いまして、まあ A 段していこうかなと思います。ワニの子ちゃんもねぜひお迎えしたいところではあるんですけれども、今週の終盤にアブソル、カイロスたくさん出てきた場合はポケサブレ非常に消費してしまう可能性があるので、まあ今すぐね必要ではないかなというところでありまして、今日はこんな感じで温存して終わりにしていこうかなと思います。いやプリンちゃんね、色違いで来てくれてなければ、あのポケモンゲットなしで終わるところでしたね。さあということでね、お迎えすることはできなかったんですけれども、日の嵐寝顔だけはねお送りしておこうかなと思います。ということで色違いのプリンをお迎えできました。そして鍋拡張もねしっかり進めていきたいところ、あと3万4万夢のかけらぐらいかな。なかなか長い道のりですが、今週の最後に幸運のお香とか使えたらいいな。使え持ってたっけな。さあということで、お迎えしたプリン、プリンは初めてお迎えしました。ずぶとい目が緑のプリンです。かわいいね。やっぱこのピンクに緑って結構いいよね。ひな祭りっぽい色合いだよね。さあプリンの飴はもうちょっとしたら1000個を数えるかというぐらい増えてきておりますので、もうね仲間にできたら一瞬でレベルを上げてあげることができるのかなと思うんですけれども、夢のかけらがないって話してたな。ということでサブスキル、せーのドン、ということで最大処理数アップ S となっておりました。ね、元気がねアップしている性格は個人的にこの元気オールとの相性がいいので、プリン系統もなくはないのかなと思っているところなんですが、お手スピが下がっちゃってるのがちょっと痛手かな。そんなプリンちゃんです。ありがとうプリン、お気に入りしっかりつけておきましょう。よろしくね。さあということで戻ってまいりまして、やはや色違いには出会えましたね。今回はねプリンちゃんだったわけなんですけれども、これを皮切りにカイロス、アブソル見つけたいなと思います。明日も期待してお休みしようと思います。さてここからはアブソルの厳選基準についての補足的なお話していこうかなと思います。まずはねカカオカカオのアブソルについてですね。今回はねリンゴに焦点を当てましたが、カカオの食材タイプはアブソルとカメックスのみなので、正直カカオ個体の方がまあ個性的ではあるんですよね。実際ねカカオ集め力もカメックスを余裕で上回っているので、カカオ最強は間違いなくこの子です。とはいえカメックスは食材の組み合わせが完璧なのと、ゼニガメ厳選のやりやすさで多くの人にとっておすすめなのはまあカメックスになりますね。無課金食材タイプティア作るのであれば、私間違いなくカカオックス一番上に置くかなと思います。ただ実はミルク担当もカメックスしかいないことや、まあ、カカオ25個を要求するフラワーギフトマカロンの登場によって、カカオアブソルもねしっかり活躍の場見えつつあるように思います。サブスキルの厳選は困難を極めますが、つよつよカカオアブソルだった場合も育てたいなぁなんて思います。もしね皆さんが育成されてるカメックスがレベル60ミルクの子だったりすると、突然出番が回ってくるかもしれませんね。あとはね、昨日のカイロス界で触れてなかったんですが、最大所持数についても触れておこうかなと思います。先日のね最大処理数が増えるアップデート、本当にねうまいこと調整してくださってまして、アブソルもカイロスも無補正元気オールなしの場合、寝ている間の所持数が埋まる平均の時間8時間ちょっとみたいなんですよね。なので最大所持数のスキルは現状単体ではそんなに重要なスキルではないかなってことは理解しておいてもいいかもしれませんね。
他のサブスキルだったりヒーラーを使っているパーティーであれば差が出てくるところになるかなと思います。とはいえね、元気オールレベル6が、午前中に3回発動したとしても、そこまで大きな差ではないので、特にアブソルの場合は寝ている間の上振れをしっかり拾えるスキルって感じの評価になるかもしれませんね。このあたりね、ぜひ実際に育成されている方がいたらコメントで教えていただければなと思います。サブスキルを厳選できるほど甘くないのがアブソルやカイロスたちなので、パーティー事情に合えばラッキーって感じでしょうか。結局のところね、出会えるかどうか、そしてゲットできるかどうかが一番の鬼門なのには変わりませんしね。たゆまず徳を積んでいきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。そんなわけでバレンタイン2024キャンペーン折り返しましたけれども、やっぱりなかなかアブソルカイロス出てきてくれないということで、むしろね、明日以降からが本番みたいなところもあるのかなと思いますので、お腹の上ね、アブソル色違いとかね、弾けたらなぁなんて思いますね。残りの期間、皆様に素敵な出会いがあること祈っております。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。